大村武氏は、福岡県倉手郡小竹町出身のプロ野球選手。宇藤左田。東京ヤクルトスワローズ所属。東地区校では、甲子園出場経験はない。高校卒業後は、国立の福岡教育大学に進学し、福岡六大学リーグに加盟している、公式野球部に入部。1年次から公式戦に出場し、4年次の2013年、春季は打率。 385をマーク。チームから唯一ベストナインに選出された。プロ志望届を提出するも、2013年のプロ野球ドラフト会議で指名はなかった。大学卒業後は、社会人野球の九州三菱自動車に入団。販売店の営業マンとして勤務しながら、生保守としてプレーする。しかし、在籍していた2014年と2015年は、 都市対抗野球と日本選手権ともに九州地区予選で敗退し、に大大会本戦出場は果たせなかった。ドラフト対象となった2015年のプロ野球ドラフト会議でも指名漏れとなった。在籍時のチームメイトには有吉祐希、寺岡寛二、谷川明がいる。野球に集中できる環境で勝負するためにトライアウトを経て2015年11月に、 ベースボールチャレンジリーグの石川ミリオンスターズに入団する。2016年は67試合に出場し、シーズンを通して聖保守として活躍した。2016年10月20日、プロ野球ドラフト会議において東京をヤクルトスワローズから育成選手ドラフト1位で指名を受け入団した。背番号は120。チームメイトの安江果順は、 育成1位で千葉ロッテマリーンズへ、坂本一章は、育成4位でオリックスバッファローズへそれぞれ入団した。2017年は、ファームでは主に一塁手や、指名打者で出場し打率。268を記録するも支配下登録は、ならなかった。2018年は、オープン戦で結果を残し3月20日に支配下、登録された。背番号は59。 4月5日の対広島東洋カープ戦の6回裏、代打で初出場。至球を選び、そのまま一塁の守備についた。なお、バッティンググローブは、旧背番号120がついたものをつけていた。2019年は、初本塁打、初打点を挙げた。2020年は、一軍出場はなかった。最大の武器は、遠投115メートルと二塁送球1.8秒を。 記録する方の強さ。2016年に石川ミリオンスターズで監督を務めた渡辺正人は、保守として勉強熱心で、学習能力が高いと評した。ありがとうございます。